そうじゃない、半保存的複製の証明やってみましょう、ね、まずは 15N っていう、これは普通の窒素よりも重い窒素、ね、重い窒素を大腸菌に与えるところから、大腸菌ね、大腸菌、大腸菌に与えるところから受験がスタートして、この重い窒素を大腸与えられて、そして、ね、あの何世代にわたって培養を続けると、この大腸菌の体の中の窒素は全部重い窒素に置き換わる、ね、そうするとこの大腸菌の DNA もかなり重いものとなる。なんでかっていうと、 DNA っていうのは DNA っていうのはもちろんいろんな元素の集まった化学物質で CHONP からなってるんですね。で、重い窒素を入れたってことは、この窒素が重い 15N に置き換わるっていうことなんですね。で、置き換わったすごく重い DNA ね、あの自分の細胞の中にダンベルを持ってるようなもんですね。すごい重い DNA ね、あの大腸菌のね、あの DNA は、通常環状だからね、これ線じゃないよ、その環状の DNA の一部を取り出して模式図的に書いてるんだからね、気をつけてね。僕ら真核生物はあの線状ですからね。で、培養するね、そして半保存的複製の証明は、ここでもうこの DNA を複製させるんだけど、複製させるときにもう重い窒素は与えずに軽い普通の窒素を加えて複製させるんですよ。そうすると半保存的複製っていうのは、これが二重らせんが1本ずつに分かれて、ね、二重らせんが1本ずつに分かれて、で新しいこの材料を使ってここにこのもう1本を補うようにして、また新しい二重らせんが形成されていく。これが半保存的複製っていうんです ね、あの1本ずつに分けて、そしてもう1本補うようにして新しい材料を使って鎖を作っていく。で、半保存的複製の、に、対抗する仮説として保存的複製というのがありますよ。今ではもう正しくないことが分かっている保存的複製。保存的複製っていうのは、古い二重らせんはそのまま残って新しい鎖が丸ごと二重らせんを持った新しい鎖ができるっていうのが保存的複製。あの保存されるね、丸々保存される、ね、こっちは半分ずつに分かれて半分ずつ保存されるっていう意味ね。で、これの否定がどうやって行われたかっていうと、密度勾配遠心分離っていう方法が、実験法があって、密度勾配遠心分離法っていう実験法があって、この密度勾配遠心分離法っていうのは、いろんな分子を密度によって分けることができるんですよ。例えばすごく重い DNA 分子、すごく重い分子は、すごく密度が大きい分子は下の方に試験管に入れてぐるぐる回すと、いろんな薬剤を入れてぐるぐる回すと試験管の下の方に、あの塩化セシウムなんていうね、ちょっとあの特殊な薬剤を入れてぐるぐる回すと、重いものは下の方に、ね、密度が大きいものは下の方に、で中間ぐらいの重さ、ね、あんまり重くないものはもう少し上の方に、試験管のこのバンドっていうのはここにいっぱいこいつが溜まってるんだよ。でもう一回分裂されて、この2本の DNA を試験管に入れて同じように実験をすると、さっきバンドが見れた場所とはもう少しよりはもう少し上にバンドができます。軽い DNA が、少し軽くなった DNA がこのバンドの中に集まっていますね。もし保存的複製が正しかったならば、初めは変わりませんね。初めは重いところにバンドができる。だけどもう一回遠心分離、密度勾配遠心分離すると、重いところにバンドが出続けて、ね、すごく、丸ごと重い二重らせんがあるからね、そしてめっちゃ軽い二重らせんもあるから、めっちゃ上の方にもバンドが出る。
ね、こんな風に2本バンドが出るはずですね。1回複製させたら、ね、あの2本バンドが出ていない、したがって保存的複製は否定されました、ね、半保存的複製は正しかった、ね、もう1回分裂させてみますよ。もう1回分裂させてみると、あ、もう1回ごめん、複製させてみると、もう一度複製をさせてみると、またね、軽い材料を使って DNA を複製させてあげると、やっぱり半保存的複製の方法は二重らせんが一本線に分かれて、ね、二重らせんが一本線に分かれて、こっちもね、二重らせんが一本線に分かれて、ね、二重らせんが一本線、ね、二重らせんが一本線に分かれて、そして新しい材料を使って補うようにまとわりついていく、ね、補うようにまとわりついていく。そしてまたね、あの水と勾配遠心分離法を行うと、中間の、もちろん一番下のバンドなんかは出なくて、中間のバンド、ね、こいつとかこいつがたくさんある中間のバンド、そしてもっと上にめっちゃ軽いバンド、ね、こいつとかこいつがいっぱいいるめっちゃ軽いバンドができますね。これで分散的複製が否定されました。分散的複製っていうのは、まあ一言で言うと、ね、あのぐちゃぐちゃにしてミキサーにしてぐちゃぐちゃにして混ぜてそれを2つに割るみたいな、そんな複製の方法です。重い DNA があって、それが10塩基対ぐらいずつバラバラに分断されて、ね、バラバラに分断されて、でそこに新しい材料も入ってくるっていう、こんな風な複製の方法だけどさ、もし分散的複製が正しかったら、完全に軽いこういうさ、完全に軽い DNA ってこれ永遠に出てくるのに分かる、理論上永遠に出てこないのに分かるかな。だって例えばさ、醤油とオレンジジュースを混ぜて割ったらとても飲めたもんじゃないよね。でそれをさ、でそこにまたオレンジジュースを加えて割る、ね、そこにまたオレンジジュースを加えて割る、まだ多分飲めたもんじゃないよ ね。オレンジジュースを加えてまた2つに割る、ね、オレンジジュースを糖量を加えてまた2つに割るってことを何回も何回もやっても多分10回20回で多分まだ飲めたもんじゃないよね。多分100回ぐらいやってやっと醤油の味が薄くなってくるんじゃないかな、ね、こんな風に分散的複製を何度も何度も続けたって完全に真っ赤な DNA はなかなか生じてこないよね。だけど1回2回複製を行っただけで、大腸菌が1回2回で DNA の複製を行っただけで、分裂しただけでこの完全に軽い DNA が確かに生じた、密度勾配遠心分離法によって生じたことが確認された。それはこの分散的複製が、ね、永遠に真っ赤な DNA、ね、完全に軽い DNA が見られない分散的複製が否定されたことになるんだね。このようにして半保存的複製が証明されていきました、ね、この実験法ね、まずは半保存的複製って言葉とこの流れを再現できるようになることがまず初めのステップ。もう次のステップとして保存的複製や分散的複製の複製を否定できる、ね、そんな風な、ね、あの理由もしっかりマスターできるようになりましょう。